ラルカトゥルカンは、ルーマニアの政治家で、国民自由党に所属している。2004年から、シビウ県選出のルーマニア大議員議員を務めている。2004年に、ルーマニア大統領トライアンバセスクの顧問であった、バレリュー・トゥルカンと結婚し、2007年に、息子、エリックを設けている。ボトシャニで高校の校長を務める父ドゥミトルと、母マリア・マルガレタの間に生まれた。 ブカレスト経済大学の国際経済関係学部で学び、1999年に卒業した。1996年から1999年まで、モスクワのプーシキン記念ロシア語大学にも在籍し、ビジネスロシア語の学位を取得している。2006年に、ブカレストの国立政治行政大学で、政治マーケティングの修士号を取得し、同年に、 ブラショブトランシルバニア大学で博士号も得ている。オーストリアとアメリカでも研究を行っていた。1999年から2000年まで、自動車、タイヤディーラー、トファングループに広報コンサルタントとして勤務していた。その後、2000年から2004年まで、ルーマニア原動員の議会スタッフとなったほか、2000年から2006年まで、トランシルバニア大学とシビウルーマニアドイツ大学で、 助教授を務めていた。トゥルカンの政治キャリアは2000年に PNL の国民評議会議長顧問になったことから始まる。2002年には PNL 党首テオドール・ストロジャンの顧問となり、2004年にシビウ県からルーマニア大議員選挙に出馬して当選するまで同職を務めた。当選後、2006年まで PNL の国家指導者評議会に参加した。その後、 PNL から追放されると、PNL 指導部に反発する、バレリウス・トイカとクリスティアン・ブーレアヌと共に、ストロジャンが決闘した自由民主党に参加し、2007年3月から12月まで副代表を務めた。2007年12月に自由民主党が民主党と合流して民主自由党が結成されると、PDL の副代表に就任した。2008年のルーマニア大議員選挙では再選され、 大議員として複数の委員会で委員を務め、文化、芸術、マスメディア委員会の委員長を二度務めている。2012年の大議員選挙では選挙区で辞典だったが、小選挙区比例代表併用制のおかげで比例区での復活統制を果たした。2016年の選挙で PNL が敗北し、アリーナ・コルギウが党代表を退くと暫定代表となり、代表選挙で ルドビク・オルバンが正式に代表となるまで同職を務めた。2019年5月に大議員議長リビュード・ラグネアが不正行為で投獄されたことを受けて公認議長選挙に立候補したがマルセル・シオラクに敗れた。トゥルカンはその政治キャリアを通じて何度も論争の中心人物になっている。2004年に党代表のカリンポ・ポペスクタ・リチャーヌが首相に就任して以降 党に対して公然と批判を繰り返したため、2006年7月に党から警告を受けた。これに対してトゥルカンはこれからも同様の批判を続けると応じ、実際に批判を止めなかったことから9月に党を除名された。一方で、これとは対照的にトライアン・バセスクを公然と支援し、バセスクは党と目標を共有しており、弾劾は深刻な虐待であるとした。 さらに、当時の PNL 代表クリン・アントネスクは2009年の大統領選挙でバセスクに負けるだろうとし、反バセスク戦略を続ければ党は周辺化にさらされる恐れがあると主張した。ありがとうございます。